作家、甲斐収集家の木原博一君です。ディレクターの佐々木高正です。嘘や古 <laughs> 本屋さんや。あ、ほまで。古本屋の佐々木高正です。<laughs> はい。そん、そんな組み合わせで番組をやってていいのか。ほんまですよ。あのー、一言言うときます。ええ、長い間ね。あ、そうそう。ちゃんと言っとかんと。うん、今日は、あの、収録は9月の6日なんですけれども。ええ、放送で、皆さんが、あのー、聞いてくださっている今日は9月の25日。うん。 月月が終わるそうでですすよよ最後の放送ですよこれ台風変な台風来てないといいんですけどね,ねえもう台,台風シーズンですから、うん、この頃はどうなっていることやらというところだったりするんですけどすずっとゲスト会が続いてなんせ1人出ていただくと1ヶ月間、うん、あのゲスト会が続くっていう1回の収録で4本撮りますから、うん、なのであんまりゲストが続くと。 あ体験談紹介しないいの<う>みたいに思われてるお便り読まないのねみたい,いうふうに思われたら困るせいか、うんえー、お便りに,にがあの枯渇してございます、はい、あのお便りばつが、うん、あの起こっていて干上がっておりますのでですね、うんえー、この放送を聞いた後よしそれならばあ私が一つ筆を取ってと思ってくださるとありがたかったりするので、うんえー、あのー。 先週もそうですけれども、うん、佐々木ディレクターかっこ古本屋さんからお題をいただくという形でやったんですけど、ええ、おたるがないのは目の前に何もないから分かっているので、うんうん、お題なんでしょうそのもともとねこのお題から始まった番組ですからね、まあ、原点回帰と意味もありますけれどもそうでしたはい、はい、で今回は何のお題はずばり怪談どうですか <laughs> それは、ええ あのどう捉えてるとかどう考えてるやとかお前にやってきたとかではなくてをれととそういういことですよ、まあ、お題自身もね怪談、まあ、といえば怪談なのかもしれないですけれども純粋にねちょこちょここの番組でも木原さんの怪談は語ってたと思うんですけれどもね回数としてはそんなに多くはないと、うん、でいろいろ取材してきた話とかもねそらしてますから、うん、久しぶりにね,そう,ですねそういう話お蔵出し的なものとか。 この番組で僕が話すものというのはあくまでも事例として喋っているのであって、ええうん、僕私自身がですね会談、うん、として認識して喋ってるわけではあんまりなかったりするんですよ。お題をもらって喋ってるのがいい例ですよね。ええ、会事例みたいなもんですか、ね、そうですすかそう ね、全くないいこととでではなな思うんですよなぜならばこういう話僕書きましたとか、うん、そういう体験似た体験をした方と出会ったことがありますっていう事例として、うん、あのねなるほどありえないと思われるのはあの当然ですけれどもあなた一人の体験というわけではありませんというところだったりするので、うん、ありえないかもわからないけれども一例ってことかではないよっていうような形でお話しして。うん 裾野は広いということと、うんあのね、体験した人の住んでる地域、うん、年齢性別、えー、経験、うん、全部違うのになんでこんな似た話が日本のあっちとこっちであるの、うん、っていうことをそのものをもってしても不思議だ,ですだなと思っていいことだと思うんですよ。い、うん、いわゆる地域性の誰かがが広めてて回ったったう話が あの漏れ伝わってきたっていうんだったら「うん、隣の師ですからね」っていうのって、うん、まあないとはい都市な説です、ね、的になりま,すもん、ね、まるでね」うん、っていうことがあったりするのでっていうのとがあ,、まあったりするから形のもので喋ってるっていうのと同時に、うん、あの表現の幅そのものというのにあの足かせがない方がより怪談的に話せると思うので。うん 会,談会やトークライブという生で、あのー、人やお客さんあの聞いてくれる人がいるところで、えー、会談ををるととといいうことを基本としています、うん、そもそも僕が怪談を始めた時ってあのラジオに出れる人間だと思ってなければ、はい、配信ができるという世の中ではなかったから怪、うん、談というのはしかも作家デビューしなかったら怪、うん、談とはズバリしゃべるものだったりするわけです。うん それで培われでわたたものが多かったかっらあのホームベースあるいは本拠地というものというのってあの人を前にして喋ることにし,してたので、うんえー、配信と放送ではあのそんなに,にあの気を入れて喋らないように、うん、階段を語らないようにしているという流れがあ,のあることはあっ たんですね、うん、であのオールナイトのトークライブにこだわっていたのはヶ<ー>ヶ月も3ヶ月ももあったら結構量が多かったたりすするわけですただあの今の時点でいうと間にコミットナインティンパンデミックが3年もあったのでちょっと取材のためという理由であの電車だとかの交通機関に乗ってう,うっかり感染されたら申し訳ないと思っていたりするからっていうのがあったから。 あのー、止めていたっていうことが間に入っているということもあるんですけどもね、うんうん、じゃあ,あの動き始めたんだからあのまた始めたんでしょっていうと、まあ、その通りですね、うんあのー、全くそれを考えることなくこの間あのオーストラリアとニュージーランドから帰ってきましたけれども,、うん、もう赤道を越えた向こうの怪異、あのー、に対する考え方って知りたかったんですよ。うん だから行ってきたっていうのもあったりするんですけどその話はともかく、うんあのー、取材の幅を広げたりだとかっていうことを、あのー、注意してやってるということは間違いないですね、えー、でニコ生で九段ちゃん暗殺計画かっこりっていうのをやってたりはするんですけど、うん、あれとって配信ですから放送と同じように、あのー、階談に特化する怪談を語るということに特化するということというのはやっていません。うんうん 代わりに声優の水内幸子さんにあの僕の作品をあの階段朗読として語っていただくというのを設けているに過ぎなかったりします。うん、だからお前ほんま語りたがらないよなっていうふうに思われている方多いと思うんですけど、うん、あの事実上そういう見え方はしているのですけども、うん、注意してえええいるのは放送や配信で残る形で伝えたい。 ってていいうかかかちゃんと伝ってるわかからないうレスポンスが全くないっていうことっていうところで喋るのはあのー、どうかなと思ってるというだけですねだからトークライブというか怪談会をやればまあいくらでも。うんうん、ただ あのーね、オールナイトは新宿ロフトプラスワンがオールナイトをまた、あのー、開けてるわけではないので<ー>昨今、やっぱりバイトオールナイトでホールドするというのは難しい人手不足ですからねということだという形で連絡はないんだろうなと、うん、あの解釈していますっていうところだったりはあのー、します。で、聞きましたよ、はい、今お題は階段をしゃべれい、えー、ろいろねまだ発表していない取材した何か階段があればなと。うん なるべく変わったものをやった方がいいでしょうね。うん、っていうふうに、あのー、当然書籍化してるわけではないので、はい、あのタイトルがついてるわけではないんですけれども、うん、僕そのものの体や生まれや育ちは昭和でできているので、うん、昭和力の人間だったりするんですよ。うんうん、あのなので、僕の取材のルートっていうのもあのー。 平成,で築き上げ平成という言語でできたルートって新しい部類に入ったりすするわけですねだからあの昭和の話がいまだに出てくるっていうのはう、えー、付き合ってたりする人間が一緒に年取ってるからあの取材の系統の人たちそのものがあの年を取ってるから古い話があの入手できるというものだったりするのであのつい最近近年近々から始めた人にとっては。 あのー、昭和の階段は遠いでしょうね。<ー>うん、で平成の階段は年齢がいってる人間しか僕あんまり信用しないのでうん、うん、平成で、あのー、昭和に生まれたのかもわからないけれどもうもう、あのー、10歳15歳の時にはもう平成になってるっていう人からのそっからあれられた階段っていうのってもうメディアで。 階段ってこんなもんだよっていうのが散々広まった後なのでちょっと怪しいと思っているところがあったりするので若い人からの情報の収集ルートっていうのを僕はあまり持っていませんということを前置きしておかないとよくそんな話が手に入ったらほんまかいなっていう,うに思われたりするっていうことだったりするわけです。中の話だったりするるなほどねうん あのーまあ、こういうところが難しかったりするんですけどトークライブだと場所から入ってきたりするわけですよ、うん、ここでねっていうところですけど、うん、こういうことをうかつにあの土地の名前が言えなかったりするというところから足かせだったりするんですけどもとあるところに一軒、あのーね、家がいっぱい集まっているという日本のとこででもあってもおかしくない風景だったりするんですけれども。うん えー、都市部に近かったこととあのー、橋がかかっているというあのー、土地で、あのー、起こった話です。うん、橋が何の関係があるんだと思われがちだと思うんですけれども、えーえー、空襲にやってくるあのー、B29 焼夷弾を爆弾を落としていくわけですけれどもね 工業地帯だとか、うん、あのいわゆるあの軍需物資に関わるところをある程度調べて爆撃はしてるんですが、うん、戦争ですあの、えー、地上構造物の目標に向かって落とすということって当然のことながら言えるわけですよね。うん、そののの中ででは、うん、あの交通の分断ができる物資の輸送を の邪魔をすることができるので、箸、えー、というのはあの格好の爆撃目標になったんですね。うんうん、あの大きなあのいわゆるまあ鉄骨やとかすごい基礎の石石に の基礎を作っっててる橋だからと思って、うん、爆弾から避けれると思って橋の下に逃げた方多かったと思うんですけども、うん、というか逃げたんですけどあの実はいい攻撃目標なので生実家橋の下に逃げたから、あのー、爆撃の戦果で亡くなられた方、うんあのー、多かったそうですって、あのー、その例で言うと、あのー、淀川の橋なんかがそうですね。あ あの、ずいぶん爆弾で落とされてで、その下でずいぶんの方が亡くなられて遺体が残ったというのがあったりします。うん、うん、あの、それは橋が目標になったから、橋の下に逃げたら、まあ、いわばあの被弾し,しやすい場所に逃げたという考え方になりますね。うん、で、同時にあの？橋の近くに家があったというのは、うん、あの。 精密爆撃ではないので、うん、トバチリック安かったっていうことを基本的にあの知っていただかないとやりにくいとそれであのただの民家なのに爆撃なんか受けたんですかと思われたりするわけですよ <laughs>、えー、そ,そんなに要するに住宅地に向けて落としてないでしょっていうのはその通りなんですけど語、うんうん、った方が「あうちの家ね橋の近くにあったんですよ」。 ううにあなるほどっていう,うにあキ木原さんは話が早い、うん、橋の近くに家があったというだけであそれは焼夷弾の攻撃であのこんなことがあってもおかしくないですよねってすぐ帰ってくるからなんてな言葉が交わされたぐらい、うん、で、えー、家の,あのすぐ近くに、うん、あのご近所何軒かであの作った防空壕があったんですね。はい 空襲警報が鳴ったら当然そこに逃げますっていうふうにで「あ何もなかったね」っていうね警報が鳴り終わって出てくるということを何度か繰り返していた、うんえー、おじいさんとおばあさんあのお母さんとあのその方とあの弟、うん、お父さんはあの南方にあの兵隊として、えー 出兵してて、うんえー、どうなっているやら全くわからないお父さんの無事を祈るためにできることといえば、うん、家の仏壇に手を合わせて「あのね、あのどうぞ先祖の皆さんあのうちの息子を守ってやってください」っていうふうに「うん、お父ちゃん帰ってきてね」っていうふうに手を合わせることしかできないっていうふうに、えー、過ごす日々でしたというふうに。 お母さんはあのね、えー、日本に残ったものとしてやらなあかんことがいっぱいあったりするから基本的に、あのー、あっさっと言、あのー、うの、あのー、お勤めはおじいさんとおばあさんとこの方の、あのー、できることっていう,う、うん、まあお母様入ることもあったりするんですけれども、あのー、その当時の記憶って、うん、一生懸命仏壇に向かって仏壇に手を合わせて帰って 来てねお父ちゃんっていうことしか頭になかったと言うてましたうん子供だから何も分からないので何もできなかったんだけどもあのお父ちゃんが帰ってくるように仏様にお祈りをしようねって言ったらそれしかなかったうん、うん、その日、はい、うーって空中警報が鳴るんですよ、うん うん、であの多分空襲警報が鳴ったらあのお母さんはダっと多分家に向かって帰ってきてくれるはずやっていうふうに、ん、思った時あのおじいちゃんが「さ<え>あの,さあの防空壕に入るぞ」うん、そう言われて、うん、あの手をつなぎにあの。 ちょな名前はいいないなん何,何,何とかこう何とかこう、うん、どこや?あの」「僕もに「入るぞ」言うて一緒でないと入れないおじちゃんとかおばあちゃんしてみたたら「早押しどこにおんの?」みたいな家の中にいたんですけどね、うんうん、それがね、あのー、不思議にその時に、ええあのー、お人形さん遊びか何かをやってたと思うんですと。うん、空襲警報も、うん おじいちゃんとおばあちゃんの声も聞こえなかったお人形さんをね、うん、自分に見立てて「お父さんだよ元気だったか」っていうふうに、うん、お人形さんが自分で、うん、自分はお父さんの役をやってままごとやってたと思います、うん、ってううにであの人形の手を持ちながら「お父ちゃん帰ってきてくれたよね」って。 「大変だったでしょっって大変だったよ」っていうふうに、ん「戦地はね食べるものがなくて水にも困ってる」っ私もおなかすいてること多いみたいなこと言ってて「うん、人間というのはその前後のことをほとんど覚えてないのに<ー>そのお人形さんとの会話」っていうね、うん、自分がお父さんにでもなったかのように「うん」うん あの「お母さん元気でやってるか?」みたいになで「うん大丈夫今日もねなんかねあの,ー、あのねななんか竹やりどこにある?」とかなんかようなことを言うてたよみたいなそうかあのそっちも大変やな、うん、おじちゃんとおばあちゃんは元気かって「うん、お父ちゃんがね帰ってくることね一緒にねあの私も一緒になってねお仏壇にね何何やってんの?」ってうねそうかっていううに。 お父ちゃん、いつ帰ってくんの?うん」って言って「わしか」「うん必ず帰ってくる、うんうん、いつになるかはちょっとわからんかな」ってでも帰ってきたらあのちゃんとあのお別れの挨拶をするよ、うん みたいな感じでその時やっと声が聞こえたっていうに音が返ってきたおじいちゃんおばあちゃんどうしたのっていうのと同時にうーというそこから響くようなサイレンの音が聞こえてくるんで向こうの方から瓦の割れる音がねパラパラカカ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 カ ついうに,にここまで爆撃機が来たんだっていうに瓦を割る音っていうのがすごく印象的だったんでんあの瓦に向かって石を叩きつけるような音<ー>って言えばいいんですかねカンカンカラカラだとかっていうにうに、ん、あのー。 大きな氷が降ってきたみたいな印象を持ったっていうにこれまでは遠くで聞いたことあるけれどもあ近くに来たっていうのが多分そうでしょうっていうに子供の頃だから分からないけれどもこのカンカンする音がサイレントと共に聞こえてきたらただごとではない音だということが分かるからっていうにあ手つかみ」っていうにであの右手で人形左手であのおじいちゃんの手つかんであ「よし!」っ っていう,ふうにゾリ箱いう時に「ドダーン!」という地味がするっていうふうに「うん、うわ爆弾が落ちたか!」と多分おじいちゃんも私も思ったと思いますっていう時に、うん、爆弾のそれではないっていうのに気が付いたっていうふうにあのガッシャンガラガラっていう音も混じってることに気が付いたからっていうのと、うん、別に瓦はまだ音を立ててなかったのでっていうことがあって、うん、外に出なあかんと思ってる形で手つないでさあゾウリ箱かっていう。 ののこの音のおかげで足が止まる、うん、何の音これって家の中から、うん、というので、えー、引き返してみたら、えー、仏壇がね、ええ、手前に向かってダーンと倒れてるんですよ。うん、仏壇の背中が見えてるんです、うん、ああなんであのお願いするものがなくなったっていうのが私にとってはとってもショックでしたって。うんうん うん、お父ちゃんのお願い誰にすんのっていうのとそれがねって、うん、あの周りにねっていうに、あのー、天照様の掛け軸やとか立、うん、ててある榊やとかっていうのがあったりするいろんなものがあるでしょう、うん、細かなものがっていうあの仏壇の横にありましてね神棚,が神棚みたいな感じで<ー>、うん、みたいなものがあの動いてないんですよ。お<ー>仏壇だけがまるで壁の中から 手が出てきてよいしょって押したみたいにダーンと倒れてる倒れてるというか勢いがついててなんかちょっと離れてる飛び出してるみたいにどんと落ちだから音が大きかったバタンというよりは突き飛ばされたみたいなかのようにえっという呆然としてるおじいちゃんとおばあちゃんの中で私は泣いてましたんでとお人形さん抱きしめて。 お父ちゃんが帰ってくるものは何にお願いしたらええのんっていうのが頭駆け巡ってるっていうにその最中カンカンカラカラという焼夷弾が落ちているであろう音とサイレンが鳴ってるっていう中と多分すらとねブーンっていう B29 のエンジン音が聞こえてたと思うんですよ。それれ聞いいたた覚えがあるるからっっていうとこだったりするけれども今度は さっきは音がなかったけど、うん、今度は音が聞こえてるんだけれどもどうしていいものかがわからないっていう中でとっさにおじいさんとおばあさんが始めたことって「お仏壇をなんとかせん」と「うん、このままにはしし捨ておかれよいしょ」って上に上げられんまでも起こそうっていう形で「よいしょドン! <laughs> どん」 あのねそんな話をするとね大きな仏壇やと思われたら立派な仏壇やと思われたら困るんですけど、うん、そんなことないんですってただねっていうふうにあの怖いことが重なって、うん、おじいちゃんとおばあちゃんの足ガクガクしてるっていう、うん、私もガクガクしてるのと泣いてるんで多分ねあの逃げないから。うん 仏壇このままに置いとかれへん、うん、上から爆弾落ちてくる飛行機爆撃機が飛んできてるいろんなものがあって、うん、で間髪仏壇が先やろっていうことをやったから力が入らなかったと思うんです、うん、多分っていうに大きな仏壇じゃないんですよっていうに、うに、んうん、でもね大きな仏壇ではなかったんだけれどもよくよく考えてみるとね 大きな仏壇でもないのに、なんであんな大きな音がしたんやろうと後になって思います。うん、ドーンと響くっていうような、ね。うん、だから言うてておかしいと思うんです私もっていう,ふうに、うん、は大きな仏壇やねんなっていうふうに思ったりするんですけれども、うん、そう仏間というほどのことで神様と親いるような、うん、あのみんなでご飯食べるようなとこだったりするようなもんだったりするんで、決して決して大きな仏壇ではないんですって。うん、でも確かにね。 ドーンと響くような音でしたっ、うん、でやっと起こすだけ起こして、うん、あとはもうええあのね、ー、あのー、命が大事やから母国語に行こう、うん、あの行こうって爆弾が落ちたら大変やみたいな、あのー、ことを、あのー、言うてて母国語のところまで 行ったらね、あのあの防空壕にあの刺,さっ刺さったあの焼夷弾があの火を吹いてるってバーンと散ってブーンと上げててって、うん、後から来た人はまあ入られへんかったから、うん、あの助かったというかあの入り口が焼けてしまってえ、うん、えいるのでたまたまね中人入ってなかったと思うんですって。 人が入っっててたたららし焼きにななました、ね、外出られないんです入り口のそばが燃えているので、うん、入り口が見えない入ってたらでうち一番近かったので、うん、一番早く逃げ込みの家だったんですっていうのがこの私が見つからなかったことと、うん、あの何の音なんやろうというのと、うん、仏壇が倒れてるっていう空白とお子さんとっていう形のこのやり取りの間で救われたんです。うん そこへお母さんが帰ってきて「よかったー防空壕に入ってるかったー!」言って天に向かって手を合わせて祈り始めたというふうにもう、あのー、向こうからガーッと防空壕の周りが燃えて全部が貫通してるわけでもないんですけど防空壕の周りが燃えてる見た時にもうこれは中には入られへん,ん蒸し焼きになってるっていうふうに思ったんですってそこへ入らなくてよかった。 言って呆然としている家族、うん、おばあちゃん弟抱いてるんですけどね、うん、見て「よかった」言うて何を思ったかあのその姿がね「B29 にに感謝を捧げてるように見えたんあ,<ー>、うん、ありがとうございました入ってませんでしたよかったー言っ」言うて言うてる姿が奇妙に見えたって、ねうん、ぼーっとしてるのとでええいう中で。うん お母さんがピタッと祈りをやめた、ええ、おじさんとおばあさんが「はあ?」と思う中に、うん、私も見ましたってね炎が燃えてる炎の形が人の姿になっている、ええ、その時にお母さんが「うん、あんた!」って言うて 言うて、うん、それをお父さんだとお母さん思ったけど私も父だと思ったっていう時に、うん、その炎の形が人の姿になった炎が今このしがどれほど通用するのかなと思ったりするんですけどねもちろんね後で「お父さんがあの戦死しました」っていう頼りは。 来るんですって後でって帰ってこない人となりましたっていうとこですけどいつ死んだのかは分からないけれども、うん、私がひと売り事で言ってたあの,あの通りでしたっていうね、戻ってこれるかどうかわ分からなんけども戻ってきたらあの挨拶みたいなことしてくれて帰っていきましたから亡くなったという通知が来る前にああ父は死んだのだということを家族の誰もが不思議と知ってて、うん、あの。 ね、名誉の選手を遂げられましたという,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 うあの連絡があの来た時には覚悟ができていたんですっていう,うにもうお別れは済んでいるというふうに思ってます。うん、放送のや配信の中であの話しづらかったりするのってもうちょっと細かなことが言えないことや細部が言えないことはともかくとして、うん、時間が限られるのが僕が苦手なところなんです、ね、まあそうですね。 放送は時間がありますからね、うん、しかもねこういうデリケートな話って、うんうん、これ今初めて喋ったんですよ。うん、原稿化してないのは当然のことながらトークライブがないので初めて喋ったんですよ。うん、聞いた話をまとめて一発しゃりができるかなと思ったけどまあこんなもんです。これでも、うん、あの放送だからというので気を使ってあの放送で問題がないようなことばたと言い方をチョイスしてやったつもりなんですけどね。うん うん、なんかあったら取っててとといて、うん、ピー入れるとか <laughs>、うん、ただ難しいのとこれを、うんあのー、簡単に言うとあの30分をはるかに超える話であったりはするんですけれども、うん、あの30分以内に収めなければならないと思うとこうなるという形だったりはするんです。これをね、はい、ああ戦中の二本であっ だんだというふうに思っていただいて結構な話だったりはすするんです、うん、その通りですからでも遠い昔のことという話という解釈の方までは考えを伸ばさないでほしいなと思うんです。緊迫感もないし 心の寄り添い方は難しいと思うんですけれども今もウクライナで起こっていることだったりするキーウで起こってたりすることだったりするし今もイスラエルのガザ地区で起こっているということというのがこれとほぼ同一の世界観でそこにありますで、その話とと,ともに多くの人々の命が失われているということがあったりするのでえ、あのー、日本のは太平洋戦争が終わったのかもわからないけれども 戦争を発する世界というのが終わったわけではなくて、うん、まだ続いているのだという,うに場所を変えて、うん、点々と変えて人を変えて武器を変えて時代を変えて、えー、点々と21世紀を超えてもまだこのようなことが起こっているのだという形で20世紀の昭和の話をあの解、ー、散と同じように、うん、あるんだかないんだか。 っていう話として、あの核を逃さないように、うん、核質の部分をあの逃さないようにしていただければあのいいかなと思うところですね。うん、面白かったですか？面白かったですね。すごい。うん。取材が辛かったです。うん、そうですよね。やっぱり。うん。あの何が辛いって、うん、目の前で泣かれる涙を流されるのは僕は一番に苦手です。うん,うん。うん。まあ戦中の話はやっぱりそういう辛い話が多いですね。やっぱり。うん。 あのー、この話にたどり着くまでに、あのー、ずいぶんと苦労しましまた、うんえー、そんなになかなかねもちろん僕より年上ですよはるかにだから言葉を手繰り寄せるのがね、うん、あのずいぶん大変なんですけども、うん、強烈に印象に残ったので忘れないでほしかったりするのは、うん、自分が父になり代わってあのー 自分は鬼によさなわけですね。うん、に向かって会話したことをすごくちゃんと覚えているっていう、うん、今僕ちゃんと喋れたかどうかわからないんですけどもいっぱい言ってましたからっていうところですけど<ー>その部分を抜き出して一番大事な部分だけ残しました、うんえー、皆さんにはどのように届いたのかと思うとなかなかちょっと恥ずかしいものがありますね、うん、<え>じゃあ告知いきましょうかはい、えー、放送日、うんえー、9月の25日ですけれども4日後、えー、東京は 九段下にあるる戦争博物館のあるところですね<お>そういえば、はいえー、交差点のところに、うんえー、九段下の武道館の向こうにある科学技術館で、えー、スーパーフェスティバルというイベントの、えー、特撮アーカイブというところで、えー、マグマ大使の中の人とウルトラマンの中の人の対談を私が司会で、うんえー、皆さんのパイプ役を、あのー、果たしますのでというのと、うんえー、10月5日に「 島根県松江市で9回目になる松江会談談義小泉ボンさん4代目の小泉薬毛の方と一緒に現代会談と古典会談の会合を見ますぜひよかったら来てください、はい、さっきはですね新刊神戸はみ出し近代歴史めぐり日本初のサブカル共同志本です神戸以外の方でも楽しめると思いますのでネットでもアマゾンでもね販売しておりますので皆さんよかったら買ってくださいとあと10月5日、えー 土曜日にですね、新鉄のスズランダ駅で本の駅という書店が集まるイベントがありますので、はい、それにも出展しておりますので、はい、詳しくは古本四つ目やインスタグラムを見てください。古、はい、本だけじゃなくて新刊買ってサインをもらおう。よろしくお願いします。番組ホームページでは、別冊会談ラジオを1回220円でダウンロードできます。会談だけではなく、放送では話すことのできない会談周辺の内容を語っています。毎週木曜日に配信していますので、ぜひお買い求めください。 番組へのメールの宛先は階段 j j ぜひあなたが体験した議をお聞かせください。